府久村清はピュアなイメージとセクシーな魅力、可愛らしさ、美しさのすべてを兼ね備えています。府久村清日本の歌手、アイドルであり、モーニング娘。の9期メンバー、9代目リーダーであり、ハロープロジェクトのリーダーである。愛称は福ちゃんなど、アップフロントプロモーション所属、モーニング娘。2006年8月20日、幕張メッセで開催されたチャオ・キラリン・ガールコンテスト2006東京会場の準部、グランプリを獲得。2008年9月23日、メルパルクホールで開催された2008ハロープロジェクト新人公演、9月、芝公園ステップにて、選抜メンバーとしての初舞台。2009年8月に16日、守護キャラエッグ2期メンバーに選ばれた。2011年1月2日、コンサートツアー、ハロープロジェクト2011WINTER 歓迎新鮮祭りにて、ハロプロエッグ初のモーニング娘。9期メンバーに選ばれたことが発表された。これに伴い研修終了となり、同月7日にハロプロエッグから卒業した。2013年5月に12日、飯久保春菜と共にモーニング娘。サブリーダーに就任。2014年11月に16日、コンサートツアー、ギブ、ゲムイ、モア、ラブ、道重さゆみ卒業記念スペシャル、最終日にて、モーニング娘。リーダーに就任。モーニング娘。史上、最年少及び1990年代生まれ初のリーダー就任となった。2016年12月31日、ハロー、プロジェクトのサブリーダーに就任することが明らかになった。2019年6月19日、アンジュルム、及びハロー、プロジェクトを卒業した和田彩香の後任として、ハロー、プロジェクトのリーダーに就任。2022年12月に17日、翌2023年の秋ツアーをもって、モーニング娘。2013およびハロー、プロジェクトを卒業することを発表。趣味、得意なことは、絵を描くこと。DVD マガジンなどで似顔絵を披露している。また、ナムコから発売されているゲーム、太鼓の達人、が得意であり、テレビ番組、お願い、ランキング、でいった、太鼓の達人、対決ではシャラン級のドラマー、誠に勝利した。では、これでこのビデオは終わりです。チャンネル登録やいいねを歓迎します。また次回お会いしましょう。